皆様お食事楽しんでいらっしゃるでしょうか。さてステージ前にちょっとご注目いただけると嬉しいです。先ほどからですね、今日のお祭りに、強力なサポーターとして、コスモスレディの古川さんにご活躍いただいておりますが、ここでもちょっとですね、古川さんの違う一面のお話もいただける、あるものを PR していただくんですが、どうぞ。何を持ってますか。コトリップと、桜のエマです。コスモスレディ以外の一面ということなんですけど、古川さん何してらっしゃるんですか。小林まちづくり株式会社で観光推進部観光 DMO として働かせていただいております。難しいのがいっぱい並びましたね。観光 DMO って何ですか。木村さんに聞いた方がいいですか。顔チラチラ見てますね。家具の木村の木村さん、サボリバーの木村さん、どうぞ。あ、石全部サボってますから言っちゃった。はい、いや、小林の魅力も、いろんな人に発信してですね、たくさん小林に来てもらえるようにですね、頑張って活動してるっていうような団体でございます。だから彼女が、この桜祭りに、どん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 その桜祭りがですね、魅力的な祭りになるように今回商品とかいろいろ企画して作ってくれてますので、聞いてもらっていいですか。わかりました。この桜祭りのために古川さんが企画したものとは何でしょう。はい、この近くに霧島峰神社という由緒正しい神社があるんですけれども、そちらの神社とコラボ しまして、桜の形の絵馬を制作しました。霧島峰神社、これどういったご利益がある神社でしょうか。いろんなお神様が祀られているんですけれども、中で一番有名なのが縁結びの神様です。縁結びの神様ですか。このね、木村さん、何ですか、私を指して。そうですよ、私が一番行かないといけないんですよ。それは私が後で買おうと思いますその縁結びの神様に、縁結びはもちろんいろんな願い事を聞き届けてもらえるための、この桜祭り限定の絵馬という風になっております。これは、この会場は神社じゃないじゃないですか。これ買って帰ってどうしたらいいんでしょう。峰神社に行ける方は霧島峰神社に専用の絵馬掛け所というのを制作しましたので、そちらで掛けていただくか、もしくは店長にですね、スタッフがおりますので、お願い事書いていただいたらスタッフにお渡しいただけたらと思います。この会場にはですね、割烹の方もねいらっしゃると思いますから、2人でねイチャイチャしながら書けばいいじゃないですか。2人で末永く幸せになれますようにとか書いて、ご自分たちで書けに行くか、スタッフさんにお渡しして代わりに書けてもらう、これも OK でございます。絵馬、これはおいくらでしょうか。初保料800円でテントで出しておりますので、皆様よろしくお願いいたします。どうぞこちら絵馬、願い事を聞き届けてもらいたい時には、ブースにございます。そして手に持っているのは可愛い冊子ですが、これ何ですか。こちらがコトリップというですね、雑誌の小冊子を小林バージョンというのを制作しましたので、そちらを本日お持ちしました。コトリップっていうと、私が知ってる、これが偽物でなければ、もう全国の情報で、若い女の子たちが好きそうなスイーツのお店とかカフェとか、おしゃれな旅情報が載っている雑誌ですが、本物ですか。本物です。本物の小林バージョンがあるんですね。そうです。これ差し出してもらうの大変だったんじゃないですか。そうですね、小林もすごい魅力的な場所がいっぱいありましたので、どこを載せるかとか、いろいろと悩むところもあったんですけれども、実際に完成しまして、やはりいろんなお店さんとかからすごい発見よかったよって言っていただいて、すごく嬉しいです。ちらっと中を覗かせていただいたんですけども、私も大概小林の街を歩いたなと思うんですが、全然知らないおしゃれのお店とか、美味しそうなご飯のお店がいっぱい載っております。これはですね、お声掛けいただいたご希望の方に今日はお持ちしているということですので、欲しいという方はどちらのブースに行ったらいいですか。小林まちづくり株式会社で店舗出店しておりますので、そちらのスタッフに声掛けいただければお話しさせていただきます。